三福エンターテイメントマイナスは日本の男性お笑い芸人。本名、三福秀隆。所属事務所はプロダクション人力車。スクールやか十六期生。デビュー当初はオフィス怪人社に所属し、ピン芸人、三福ジャガーとして活動。二千七年にスクールやかへ16期として入学し、二千八年よりお笑いコンビ、残禅寺としてやかプロモーションに所属。 2010年より、プロダクション人力車所属となって活動。2012年、出身地である、山川水産化工業共同組合より、活ツオブシ大使に任命。ピンになってからも継続中。2015年12月19日、残前寺を解散。2016年より、ピンとして、活動を始める。2021年、村村田村と、ノイズ・オブ・ギャラクシーというユニットを組み、 同年のキングオブコントで2回戦へ進出した。自作の壁を用いて、ショーとーした漫談を行う。オリジナルの不気味な音に合わせて壁に隠れたり壁を動かしたりと、自身の低く良い声やスタイリッシュな体を活かしてネタを行う。主なネタは壁メンタリズム、壁クイズ、壁学習等。事務所ライブではコントを行うこともある。コンビ時代から定評のあった。 演技力を活かし、不気味な雰囲気で淡々とした一人コントを行う。見た目の渋さから、ダンディーのナルシストとして率振る舞う。コンビ時代より、TV やネット動画等のナレーションも行う。本来の低く張りのある声だけでなく、犬のキャラクターを可愛い声で当てれこしたりと、多彩な性質を持つ。ありがとうございます。